ラースロー・ビドツキーは、ハンガリーの作曲家、ピアニスト。ハンガリー語表記では、ビドフスキー・ラースロー、米圏出茶場出身。1980年代に、ミニマル形式の作曲を開始した。1959年に、セゲド音楽院でゲーザー里回りに作曲を、指示。1962年から1967年に、 かけて、ブダペスト音楽院で、カルカシュフェレンツに支持した。1970年から1971年に、かけて、パリで学び、実験音楽家の集いや、オリビエ・メシアンの作曲のクラスに参加した。1970年、ゾルターニエネー、シャーリー・ラ・ースロー、エトベ・シュペーテル、アルバート・サイモンと共に、ブダペスト新音楽スタジオを共同設立して、以来、 作曲家及び演奏家として、精力的な活動を行っている。1972年から1984年にかけて、ビドツキーは、ブダペスト音楽院教員養成課で、音楽理論を教えた。1984年に、ハンガリー南部に位置する、ペイチ大学音楽学科の学科長に抜擢され、1988年まで、勤めた後、 1996年に同大学に新しく設立された芸術学部の初大学部長に任命された。1983年にエルケル賞。1992年にバルトークパーストリ賞を受賞。1996年にはハンガリー共和国の名誉ある美術家に指名された。ありがとうございます。